皆さんこんにちは。先日榊原事件の犯人が本を出版したっていうのが大きな話題になりましたよね。榊原事件っていうのは神戸の方でなんか小さな子が殺される、何人か殺されるっていう事件なんですけど、その犯人の中学生が自分で榊原生徒って名乗ってたんですね。でなんか報道段階は少年 A とね、少年 A というふうに名前がついて、この今回出版されたその榊原事件の犯人が出した本も著者元少年 A というね名前がついてるらし、ついてたらしいんですけど、舌下というね本を出したらしいんですけど、それについてさ、 Amazon のレビューがひどいことにとか言ってニュースになってるじゃないですか。 Amazon でさ、低い評価ばかりがついてて、なんかふざけんな、こんな本出版するなみたいなね、なんかさ YouTube とかでもさ、こんな本出版するなんてけしからんみたいな、そういう意見がねやたらと多かったんですけど、私はそうは思わないんですね。その人を殺した犯人がその自分の心境とかね、自分の今までの、考えてきたこと、思いなんかを発表するっていうのは、要するにその犯罪をネタにしてるわけですから、しかも犯罪とも殺人事件をね、人を殺した犯人のその犯罪をネタにして本にしてるわけですから、しかもそのすごくこう気持ち悪いっていうかね、すごく気分が悪いっていうのはすごくよくわかるんですよ。だってさ、その例えば私が本を出して出版するとしたら、その宣伝をしなきゃいけないわけです。宣伝をしなきゃいけないわけですよね。どういう人が書いたんだろうっていうのは最初はみんなに知れ渡ってないわけじゃないですかね。でもその少年 A は人を殺したっていうさ、ものすごい絶大なさ知名度があるわけで、その知名度を生かして本を出版する、しかも殺人を犯した人の命を奪うっていうことをネタにして本を出版するっていうのはすごいけしからんっていう気持ち、すごくわかるんですよね。しかもその人を殺したやつの書いた文章が平然と書店に並んでるっていうのはさ、なんじゃそりゃってね。なんかよくさ、同じ空気吸いたかねえっていう言葉ありますよね。犯罪者と同じ空気を吸ってるのが気持ち悪いわとか、なんかそういう意見とかありますけど、それに近い感情を抱くっていうのはすごくよくわかるんですけど、ただ私はそのなんていうのかな、そういう本でも出版できる日本社会っていうのがまだ正常だなって思うんですよね。どういうことかっていうと、今さ、さっきもねちょっと動画に撮ったんですけど、ドローン飛ばしたら警察に逮捕、ドローン飛ばそうとしたら警察に逮捕されたとかね、ニコニコ生放送外でニコニコ生放送やってるだけで職務質問されたとかね。ただ私自分自身の例で言えば、ただ歩道橋の上で写真撮ってただけなのに、なんか学校の警備員に咎められたとかね、なんかそういうふうに、いろんなこと、いろんな表現活動が萎縮しようとしてるじゃないですか。その中で、著者が犯罪者といえども、その殺人を犯してしまった犯人の手記っていうのが出版できるっていう、そういうさ状況っていうのはやっぱり維持していかなきゃいけないんじゃないかなと思うんですよ。その出版をしたさ、太田出版もいろんな批判はあるかもしれないけれども、その殺人を犯してしまった元少年 A の、ね、気持ちを皆さんに知ってもらいたいと思って出版に踏み切ったって、なんかそんな風にコメントを出してるじゃないですか。本音を言えばただ儲かるから出版したっていうだけのことだろうね。でも儲かるっていう理由であったとしても、本当にね、日本全体で表現活動っていうのを萎縮してしまって、ちょっとでもね叩かれる行動、ちょっとでも出しゃばったするとすぐ叩かれちゃう、出る杭は打たれる、出そうになる杭も打たれるっていう、そういう日本になってしまったら、そんな本絶対出版なんかもうできないですよ。できないっていうか、してもいいけども、自己規制してしまって、もう自粛してしまいますよね。でもこの前もさ、なんか千葉県の方で、あれは殺人事件で起訴、殺人というよりもなんか死体遺棄事件ということで指名手配されてたと思うんですけど、なんか林勢さんだっけ、林勢さんが殺されたとかいう事件で逃げ回ってたさ、市橋ってやつのさ、本が出版されたじゃないですか。逮捕されるまでっていう本が出版されてましたよね。あの時もなんかあーたこーたいろいろありましたけど、
あの逮捕されるまでってさ、映画化までされましたよね。そうやってこう、まあ市橋はね、市橋は確か裁判で殺人っていうふうに認定されたんで、堂々と犯人、こいつが犯人だっていうふうに私も言っときますけれども、その殺人を犯した犯人が、書いた本が映画化しても、まあ、許されるっていうか、映画化すらできちゃうっていうね、そういう日本ってさ、正常だなって思うんですよ。うん。もしこれがね、そんな本なんてさ、出版すんじゃねえとか言って、徹底的に批判ばっかりが来て、出版社の方が折れちゃって、申し訳ありませんでした、大変間違っておりましたってね、言って、本を回収したりとかね、そういう風にして、そういう日本になってしまったら、なんかすごくこう、変なことがやりにくくなってしまうなって思うんですよね。変わったことするだけですぐ批判されてしまうって、そういう流れができて、すごくこう、すごくこう息苦しいなって思うんですよ。その息苦しさっていうのは、ずっと息苦しいと思うんですよね。例えばその舌禍とかね、逮捕されるまでっていう本が出版されて気持ち悪いっていう気持ちはさっきも言ったけど、私はよくわかるんだけども、でもその本がある、その本が目に留まってるだけというか、その本屋さんに行かなければいいわけじゃないですかね。本屋さんに行かなきゃいけないし、そんな本が出ましたっていう情報が入ってこなければ息苦しくはないわけじゃないですかね。そこはその本に触れなければ別に気持ち悪くはないと思うんですよ。でもそういう本を出版してはいけないってね、そういうふうに叩かれるようなことをしてはいけないっていう、そういう風潮っていうのはもう逃げ場がないんですよね。どこへ行ってももうちょっと変なことしたらすぐやられちゃうな、ちょっと変なことしたらまたなんかおかしなこと言われちゃうなって思うと、もうどこまで行っても息苦しいの連続で、そういうのってさ、もう舌禍っていう本が出版されること以上に気持ち悪いなと思うんですけどね。だから批判する人がいるっていうのはそれは当然なんですけど、ただ批判してる人っていうのはそういう表現を萎縮する方向にも加担しちゃってるってことももうちょっと考えてほしいなと思うんですよ。あとそれからね、あともう一つ、その殺人犯が本出すなんてけしからんってね、こんなやつが本出すなんてとか、そんなこと言う人いるじゃないですか。で、なんかその中にはさ、そういう心理に陥る理由として、なんか本を出すのはすごく偉いことなんだっていうのかな、本を出版できるっていうのは立派なこととかさ、なんかそういう意識ってどっかありませんかね。ありますよね。なんか本を出すとさ、おーってなるじゃないですか。いくらさ、 YouTube で大人気になろうとニコニコ生放送でたくさん視聴者を集めようと、やっぱり世間的にマイナーな存在だよねっていう、なんかレッテルとか貼られますけど、でも一冊本を出すとさ、おお、やっぱりただものじゃなかったんだっていう、そういうさ、ものの見方ってね、人に対する評価の仕方ってやっぱりありますよね。いくらネット時代、インターネットが盛んな時代となっても、やっぱり本を一冊出すか出してないかっていうので評価って随分変わっちゃうんですよ。で、その評価に従えば、なんで人を殺しといて本出してんだっていうね、そういう気持ちに陥るんだと思うんですけど、でも本を出すっていうのは別にそんなに立派なことでもないんですよね。別にその本を出したから立派な人、素晴らしい人ってわけでもないわけですから、単に本を出して売れるから本が出版されたっていうだけのことなんですよ。だからその本を出してね、本を出すのはけしからんっていう思ってる人は、本を読まなければいいだけだし、買わなければいいだけのことなんですよ。それだけのことなんですね。本っていうのは、さっきも言ったように、本っていうのは売れれば出版されるわけですから、こいつはこの本を出したら売れるなっていうふうに出版社が判断すれば出版されるわけですから、要するに、出っ張った人が売れるわけですよ。ね、出る杭が売れるわけですよね。だからいい方向悪い方向いろいろありますけれども、悪くてもめっちゃ悪いやつの本っていうのはやっぱりみんな読みたいなと思っちゃうじゃないですかね。だからそのなんていうのかな、
変なことやする人をね、変なことをする人を批判する、規制しようぜって言ったりとか、警察に追放して警察に嫌がらせをやらせるとかね、まあ、そういう流れができてしまうと、やっぱり出版もしにくくなっちゃうわ。さっきも、ね、出版っていうのは出っ張ったやつが儲かるわけですから、そういうのってすごくこう良くないよなと思うんですよね。だからこれからもね、そういう絶果とかね、逮捕されるまでっていう、まあ、そういう犯罪はもちろんいけませんよ。人殺すなんてもってのほかなんですけれども、そういう本でも出版できる日本っていうのをなんとか維持してほしいな、維持していきたいなとね、思ってますね。ちなみにさ、太田出版っていう出版社から出たんですけど、太田出版ってなかなかいい出版社ですよね。太田出版といえばさ、結構有名なのが完全自殺マニュアルですよね。私は持ってるんですけど、自殺するもりないですよ。完全自殺マニュアルも相当批判を受けたらしいじゃないですか。こんな本出してさ、自殺者が増えたらどうするんだってね。まあ、実際完全自殺マニュアルで自殺しちゃった人もいるみたいなんですけど、そういう問題作をさ、太田出版っていうのは批判覚悟で出してきたわけじゃないですか。そういう出版社をさ、もっと応援していきたいなと私は思ってますね。はい、ありがとうございました。